換気施設に求められる、支援目標について発表させていただきます。発表者は、栗の木館の、栗の実ヒルタ、栗庵新本、栗栗ブルノとなります。皆様よろしくお願いします。本日の発表の流れは、このスライドの通りになっております。1番から7番まで、一つ一つ項目がありますので、この順で発表させていただきます。まずはじめに、友好会が定めた臨床スピリットにおける、力道的発達論での発達課題と治療支援との関係について簡単に説明させていただきます。社会福祉施設部の発達段階は、青年・成人期、発達課題は同一性の獲得、治療支援は